腰が痛いの？もよ？気をつけなよ。子孫繁栄がやばいぞ。呆れるほど欲望に正直な子だな。会話をつなげる努力はしような。もっと学べ。で、安全がなんだって？うん、いいことだ。時もあるさ。迷わず行けよ。行けばわかるさ。でも男はやっぱり強引で荒々しい部分もないとね。優しいばかりじゃ退屈されるぞ。ま、いいでないな。それより時間やばくない？ほらほら、歩く歩く。下関係の悩みは男同士でしなさい。胸のところ丸く切り抜いた制服だろ。根性のないセクハラだな。さっきと、私もそろそろ行かないと。少年、裏山の祠の話、あれ本当なんだ。
どうしても行き詰まったら言ってごらん。こんなこと言っても何が変わるってわけでもないんだけどさ。おっと、湿っぽくなっちまいやがった。こいつはいけねえや。質問に答えるには、
けたことを。
作ってください。それが用事だったのですか？ついで？はあ、ちょっとお待ちください。はい、お待たせです。課題フォルダーがどうかしましたか？時間ですよ。
ました。まだ全然なんですよ、これが。専門家じゃありませんし、だましだまし組み立ててます。本体はいいとしても配線や調整は手つかずですし。お気持ちだけで。私、部長だったりしますし、部長がやらねば誰もついてこないでしょ。ペケ君がやってきてくれました。それに自分がやりたいというのもありますし、私は好きなことやってるだけです。みんなと同じに。そうですか？それは私もそうですよ。そんな先輩はいないですよ。ペケ君はじゃあ、もう落ち着いちゃったわけだ。それでここに来たと。